上がります。触れているところ、隙間をなくしていく、隙をなくしていくということですね。こんにちは、山崎です。今日は木ですね。そのこの人は何か木があるな、また関わりたいなと。こう思ってもらえるような人は気があるんですね。で、これを言い換えると集中力っていう言葉になります。その人に対して集中している状態であれば、そのエネルギー、持っている気エネルギーがですね、相手に伝わって、なんかこの人は自分にいっぱい与えてくれたなというふうに感じるんですよね。でもそれが薄い感じで、この人どうなんやろうっていう疑問があると、あんまりエネルギーもらえないんですよね。なので今日は体からその気の高め方、気の充実のさせ方、集中力の高め方をお伝えしていこうと思います。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。あと YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただくので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。じゃあね、まず集中力、気の発音ね、はい、で、まず人に対して気を配るとか、エネルギーを伝えるっていうことも大事なんやけれども、家でやれる練習としては物や空間を使いましょう。地面に対して前腕を触れてみてください。こういう感じで、これを、気を使って地面としっかり関わってやってください。手の手首あたりを持って上に引っ張ってみて、で上げられへんようにして、その感じピタッてくっついてる感じがあるか、その感じを覚えておいてな。今度肘回りやってみて。肘回りどう？上がらないです。そう、上がらない。手首あたりも上がらない。手首、はい、いい感じ。じゃあ指は上がります。だから肘のところと手首のところは気がある状態ですね。これがだから今集中している場所っていうのは、この触れているところ、ここの触れているところは集中できてました。でも今度今この辺集中できなくてなかったけどもう分かったよね、これで。はい、おついたね。おついてる、ついてる。大丈夫。おおいいね。おおいいねってなったら集中している状態なんですよ。この感覚、触れている面積が広い状態ですね。で、これが飛び飛びに肘であって、はい、じゃあ手首だけやったら、この間は気が抜けているかもしれません。なので、こういった時に、ああ、これ気が抜けてないなと、触れている面全部感じてるなってことが分かるわけですね。で、人と関わった時にも、この人の、ああ、髪型は素敵ですねって言ったら、髪型にしか意識がいってない、気がいってないと。その人の全体をなるべく広いことを感じられた方が気が相手に伝わってるんですよ。まだ本当はその準備なしやからね。いきます。はい、強い。あ、抜けそうな。その時に自分の体の一番いい位置探して、一番しっくりくるなっていう位置を探して、で、それで来たなと思ったら引っ張ってみて。はい、いきます。触れているところを隙間をなくしていく、隙をなくしていくってことですね。で、隙があれば気が抜けてるんですよね。なんとなく分かりますね。なので、触れているところもなるべく隙間をなくしていくんですね。はい、強くなった。強くなりました。肘はそう、強くなりました。強くなった、はい、触れているところにね、気持ちを集中する。触れているところに気持ちを集中する。お、どうぞ。強くなった。で、今度指いってみ。今度は指が、指と言った時に、思ったことと体がくっついてるか。離れてるな。気が抜けてるんですね。で、気遣ってるって思っても実際に体は気遣ってないんですよ。なのでまず自分自身で練習やからね、訓練やから、ほんまにこうピタッてくっつくように、まず小指からいってね、で先っちょの方、ちょっと腹側の方ね、
で薬指先っちょの方腹側の方みたいな感じで、ね、一個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 一点集中したら今度は多点集中コンセントレーションの集中ですね。で行ってみましょう、はい、よ一個一個確かめてみて。まだ甘い。まださっきよりが強く、じゃあそれも間違えていいから多少持たれてみ、多少ね。でやってみて、はい、どう、ちょっと詰まった感じ、詰まった感じある、はい、ってことは自分で思ってたよりも持たれてなかったってことで、今度思いっきり思いっきり 100% この前腕にのけてみ、ほんで持ち上げてみ弱いやろ、わかる、持たれたら弱いのよ。でも自分が持たれてると思ったけど実は持たれてもなかったん、遠慮がちすぎてね。だからちょっと自分が想定してるよりも積極的に関わるぐらいで多分ちょうどいいのよ。でもう一回上がらない、はい、っていう風にするとお客さんとの距離感とかでもおそらく自分では言ってる、あ、これ以上行くとけど関わりすぎかなっていうのがちょっと遠慮がちな方向に行っちゃってると思うんでね。だから多分その傾向が日常からあると思うわ聞いてます。じゃあちょっと一回立ってみて、で今度は、気持ちとセラピストやから気持ちが指に届いてるかどうかのちょっとチェックをしたいと思います、はい、でこの指に僕は押すから止まっといてね。さっきの思い出してや、積極と消極があったら自分はちょっとどっちにしとくんやったっけっていうな、はい、そうそうそう、ほらこれでね、これでちょうどいい、よいしょよいしょ、これで僕は押し込んでるんですよ。止まっといてや、くれ。おお、押し込んでるんやけど、いかへんねんね。いくよ。はい。お。左がもうちょい欲しいな。そう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 。お。お。お。いけてるよ。いけます。ちゃんと指感じてるね。はい、なら、今度指に集中、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 集中。で、やると。この一本一本の抜けがない状態で、この感じ変わらへんまま下にすると落ちるでしょ。ちょっとやってみる、はい、そう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 、その感覚を、そう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 、いいね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 、来てるよ来てるよ来てる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 。これがどういうことなのかっていうと、一気に気をその使おうと思っても使えないんです。だからまず一個一個一点集中、親指であれば親指で左右ね、人差し指、左右っていう感じで一個一個集中力を高めていった状態でそれを応用するんですね。でさっきのこういうのであればまず肘をつきます。で、分かりやすく言うと肘、手首ね、こういう感じで、一個一個まず集中していきます。で小指、薬指、中指、人差し指、親指っていう感じで一個一個集中していって、その集中力を切らさない と、気遣いができる前腕とか手になっていくわけですね。でそういう状況でこうやってくっつくとなんか包まれてる感じするでしょ、はい、安心感で、この安心感があるまんまこうやって誘導すると気遣いされている感じになるし、この感じでこうやると崩れるんですね。なんでってね、気遣いがある状態でこうずっと触れたままなんです。これ分かるでしょ、はい、一回触れてみ、今度、まあ、でもしっかり結構ある、はい、という感じね結構積極的にあ、ちょっとちょっと強引めの積極ね。そうですそうです。あ、じゃあちょっと軽めやけれども、はい、軽いんやけれども、あ、この人すごい関わってるなっていう感じで気遣いで意識的にちょっと後ろに倒れてみて止めとくの。全然、うん、止めないです。ほんなら相手に対して思いっきり持たれられるぐらい気使ってるってことだよ。だから安心できる存在やってことよ。あ、なるほど。だからそんくらいの気では人と関わってなかった、はい、でそれを今度ちょっと
強めにちょっと分かる。そうそれが強めにもし来たとしても受け止められるぐらいの気遣いで関わってみる。触れているところの、面積としては関わってるんやけど、その今度は大きさ、エネルギー量ですね、これも一個一個もっとエネルギーレベル上げて、で来たとしても大丈夫なよ、はい、強い、結構強い、うわぁこれだから、OKOK、筋トレとかと一緒で、軽いものをもし持ったら余裕で動かせちゃうよ、はい、だから自分の持っているキーを全部使うぐらい、すごい重たい、ベンチプレスでいうと100キロのが来るかもしれんという心構えがまずいんだよ。心構えがそんだけいって、かつ優しく触れるのよ。お、見た目ちゃうね、ちゃうね、全然よ。ってことはやっぱ心構えが甘かった意識はもう何ていうんですか、うん、どう来ても、うん、受け止める。おお、いい心構え、いい気構えやねそう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 、それでもう一回いて、お、いいね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 、その遠慮のなさがいいねけどこれ、こうやってほんまに検証していくと、その思いっきりぶつかっていいんかなこの人はとっていうぐらいのお客さんにとっての安心感っていうのかな、それがこっち側がふねふね、あ、ありがとうございますとか言ってたら、それは相手なんか感じんの、あ、この人のありがとうございますっていうのはそんなに気こもってへんなっていうのをなんとなく感じになる。でまずだからこういうふうにこう自分で壁でもいいですわね、こういう感じでくっついてみます。で適当にあのなんかどっか掴んで、でグーッと引っ張ってみて、そうそう、結構な気持ちでいってるんよね、でも優しいのよね、そこにはやっぱっていうぐらいの集中の声が出てしまうぐらいの構えはしてるのよ。だからどんなに速いのが来ても、どんなに強いのが来ても、俺が受け止めたろっていうぐらいの気持ちでまず追って、ほんでこれでこの気持ちで追って、うん、ってやるとこういう状況なんだよそれで踏ん張って勝つんじゃない本当はね、けどそれぐらいの心構えがあって、それプラス相手がやりたいことをもしやったらそれについていくってなると調和できるのけど、最初はその調和のところいきなり行くの難しいから、まず自分で地面とか壁とかを感じてみて、自分での検証でもいいから簡単に抜けへんかなと、今度は引っ張ってる出力とかを上げてみて、自分の気がいろんなとこ抜けてへんかな、ちょっと強めに引っ張っても大丈夫なぐらい気入ってるかなっていうことをチェックしてもらえると、自分のその気の抜けがない体を作れると思うんで、ぜひ試してみてください。この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。体の使い方養成講座、足直の体験会を募集しております。体の中に眠る不思議な力を体感していただけます。詳細は、概要欄からリンクをチェックしてください。体験会でお待ちしてます。